に活力、オレンジパワー。こんにちは。大変日頃からお世話になってありがとうございます。参議院議員の上松恵美子でございます。本日はもうこの金曜日のちょうど17時からというこの時間帯と言いますと、ちょうど本当は皆様方お仕事中だとか、あるいはお忙しい時間帯、女性の方だったらもう買い物行ってお夕飯の準備せねえかんというような、そんな大事な時間帯でございますのにお運びをいただきまして本当にありがとうございます。参議院議員の上松恵美子でございます。今日はもう本当にハプニング続きでございました。田野商工についてこちらの方まで送ってもらう最中に、どうしたらこんなところにゴマが落ちるんかいのいうところに車が落ち込みましてね、届かんのですよ、なかなか公民館に。ああ5時までに私行けるんやろかなと思って、ゴマが落ちても上松起こすなよというような思いでございましたけれども、でもあったかいですね。ちょうど隣に木工所がありましたから歩いて行って、もうご存知ですね、そこの木工所で、砂場さん、ちょっとうちゴマ落とし込んだんや、痛かしていた言って行ったら、すぐにですね、はいはい言うて来てくださいまして、それでみんながどういうわざわざバイク乗って行ける途中 U ターンしてくださって、手を貸していただいて、あっという間に5人の人が抱えたら車も持ち上がりました。一人でもできんことでも皆さんがこうやって力を合わせてくれたら、素晴らしく前に前進していくということを今日も改めて思い直しまして、ぜひとも今日お集まりの皆さんにお力貸していただけるような上松恵美子でありたいと思っております。国会に貸していただいて6年になりました。この間ずっと予算委員会に座らせていただいております。一番最初に国会行った時の内閣総理大臣安倍さんでした。次が福田さん、麻生さん、そして政権交代、歴史的な政権交代をよくも1期目の時に経験してしまったなと思いますが、勝山さん、菅さん、そして野田さん、また政権交代が起こって麻生さん、なんか安倍さんでした、失礼しました。ぐる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 、ま、もう思いかねるような、1年に1人ずつ総理大臣が変わる1期6年で、しかも歴史的な政権交代が2度も起こった。最初落選して3年間地元歩かせていただいて、そして行ったら2回も政権交代が起きる動乱の時期を迎えたんやなと思っております。おそらくここ5年から10年のこの動きは、振り返ったら日本の歴史で大きな転換期を迎えたんだということが、後になって必ず分かる動乱期やと思います。2月に私、皆さんもご存知の通り民主党を離党させていただきました。これについて様々なご意見があると思いますので、そういったご意見やあるいはご質問等ありましたら、後でお話を伺わせていただいて、率直な私の、思いを述べさせていただく機会にもしたいと思っております。今無所属で仕事をさせていただいております。先ほどの予算委員会、2月の18日に安倍内閣にさせていただきました。あの中で象徴的な言葉が、もう今でなかったらおそらく前も後も言う必要がない言葉が、与党を経験した野党と野党を経験した与党が、これから先お互い批判ばっかりして足引っ張り合ったとしても、もうこの国は立ち行かん、私は政治家としてこの国の発展のためならば、いいことはいいと、正すことは正す、支えるとか支えてもいいと思ってますよ安倍さんと申し上げさせていただきました。これを聞いてなんか変なこと言うな上松と思われるかもしれませんが、こういった時代をもう迎えたと思っております。私は政権交代を2度経験して、今野党として予算委員会に座らせていただいておりましたが、これまで大臣の椅子に座っていた人が選挙に負けて与党に転落したからといって、今の安倍内閣をただただ攻撃をし批判をしても
もうそれはおかしいんじゃないかと思い始めてるんです。昨日までの責任を自分がきちんと考えて、もう日本の発展のためにお互いに協力するとか協力していかにいかん時代に来ているのに、野党は常に批判しとったれというのが無責任やと私は判断いたしました。だからもう批判だけの時代ではない、建設的な議論をして、本当に日本が今景気が悪くて悪くて困っとんだったら、景気浮揚策を一生懸命一緒になって考えていかねえかん時代が来ています。外交も防衛もそうです。いろいろな問題があって緊張がずっと続いている外交防衛は、国の中でお互いに足を引っ張って批判をしよったって、結局外国に対して笑われるのは日本人でありこの日本の国やと私は判断しました。ですから無所属として国の発展のために私は仕事をさせていただきたいと思っております。ところで話は変わります。アベノミクスについてのこれ質問のビデオでございましたけれども、そのところちょっと入ってったと思います。聞かせてください。景気ようなった人近所におりますか、それともようけ儲かったら困るが、円安はいけろ物価下がる、そうなんよ。私もねなかなか合わんですね。100人200人の方に会うて景気ですか、今日も先ほど不動産協会の会合に出させていただきました。50人から70人だったかな人がおられました。その中で不動産屋さんですから、景気ようなったらマンション売れたとかで新聞書いてますよね。高級マンション売れた、高級な腕時計売れ始めた、百貨店の売り上げがちょっとようなってきたって言いますから、不動産協会さん香川県の方ですから、なんか物を売れ始めましたか、不動産動き始めましたか、そういう兆しの見える方手を挙げていただけませんかと言いましたら、しかしおりましたね2人は80人ぐらいかな、70人ぐらいおって、2人の不動産屋さんがちょっと景気が兆しが見えるかもしれんなっていうような手の挙げ方でございました。しかし私が心配しているのは、一部の人が儲かってお金が要求できて高いもん買える、それはそれでまあええわね、羨ましいけど、ええけれども、そうじゃない、本当の力強い景気回復は地方に住んどる人、地方で働きよる人、できたら大きい企業で働きよる人じゃなくて、小さな企業、商店が儲かったり給料が上がってよかったよかったと言い始めるのが本来の景気回復であると思いよります。私は地元高松の生まれでございますけれども、お風呂屋さんもシオンです。こっちで言うとオリーブ温泉とかあるんでしょ、まだお風呂入れさせてもらったことはないんですけど、向こうでキララという風呂屋さんをしております。あっこいなやつです。わしもあの議員になる前は風呂屋で働きよったこともあるんですけれども、大変ですよ。まず7月から四国電力、こっちだったら中国電力ですね、電気料金上げるって決めました。電気消してはお客さん呼べません、うん、風呂も湯沸かさにかんのですけど、永住湯値段が上がりました、うん、円安のせいです。物価高もあります。そしてレストランもあるんですけれども、レストランの食材も値段が上がり始めました。コーヒー豆さえ値段が上がり始めた。だけどじゃあお客さんにお金600円なんですけど、お風呂代650円にしていたとか620円にしていたって言えるかというと、そう簡単なもんじゃないと思います。しかし今朝の新聞ご覧になったかと思いますけれども、もう安倍内閣は物価上昇率を見た、あるいは名目 GDP 実質 GDP 見た、もうそろそろ来年の4月の消費税増税の環境は整ってきたと言い始めましたね、財務省とともに。来年の4月もう1年切りました。 8% の消費税になります。計算面倒なるなっていうより 3% も消費税上がります。 5% やったのに再来年とうとう 10% になります。計算は楽だけど1割の消費税かかって本当に毎日生活大丈夫かということを私は国会に持っていってしっかりというのが植松恵美子の仕事やと思っております。
野田政権下で私は消費税だけは今は無理なんだという気持ちを込めて反対票を入れさせていただきました。執行部が言うことをそのまま聞いとったら今頃民主党で予算委員会で一番前座ってまた何か考えて言うとったかもしれません。しかしながら私は県民の皆様に愛される政治家、皆さんと共に歩む政治家を目指したいと言って6年前当選をさせていただきました。確かに東京の一部の人だったら 10% の消費税払える時代がもう来とんかもしれませんが、地方の香川県のそして小豆島の池田町の皆さんいかがですか。 10% の消費税まだ早すぎじゃありませんか。あるいは私自身は公約に掲げさせていただいておりますが、なぜ離島とそうでないところ同じ消費税をかける必要があるかという考え方さえ持っていていいと思っております。諸外国には離島の消費税を他よりも小さくしている、減税しているところがたくさんあります。そうすれば高いもの買うとき私わざわざ小豆島渡ってもええと思いますよ。高いもん買うんだったら小豆島で買おう、遊びに行くんやったら小豆島行こう、泊まりに行くんやったら小豆島にしよう、それやったら高級レストランを作るの小豆島にしてみんなを呼び込んでいこうっていうぐらいのみんなが集まるような税制をもう考えてもええ時代に来とると思っております。私平成23年に島の離島振興法の中でガソリンをなんで島だけ高いっていうのはいかんやろということで国土交通審議会のメンバーにさせていただきました。参議院で今全部で11人おりますけれども、いわゆる離島振興のための有識者会議が開かれますが、そこの一人の発言者としてずっと発言をさせていただいております。まあ、民主党政権時代に島の人たちに少しでも恩返しができたかとすれば、このガソリンが少し安くできるような補助金の法律を導入いたしました。今日小豆島リッターレギュラーで158円でしょうか、157円でしょうか、7円の補助金がありますので本来でしたら164円かもしれませんが7年は引かせていただいていると思います。ところがそれでも今高松では147円、約10円島との差額があります。毎日使うガソリン燃料ですから、その10円ずつ高いこと自体おかしいと私は思っております。同じかあるいは消費税を本来 8%、10% 上げていくところをちょっと待った、もう8でええやろうとか、あるいは今の5のままでええやろうと、そのぐらい斬新なことをしていかんかったら、こっちでは小豆島さん大事ですよ大事ですよという政治家、自民党さんも民主党さんも上松さんもよるけど、実行せんかったら言うだけやったら風呂屋しょったらええんやと言われかねえなと思っておりますので、しっかりと皆さんの今日はそういったご意見も伺ってまいりたいと思っております。私は高松の生まれではございます。そして嫁に行って三木町行って、生まれもともと木村優生なんです。珍しく私みたいなも嫁にもろてやろうかいう旦那がおりまして、今でもおるんですけど、上松という名前になって暮らしております。生まれも育ちもクレーン屋の娘でございます。クレーンってどんなもんかご存知でしょうか。こういうのも建設現場で見たことありますよね。ここだったらトミユンさんとかマゲナークレーン持ってますよね。ああいうなクレーンですけれども、工事現場や建設現場で今日は重たいもん鶴日焼け持ってきていた言うたら、建設現場にこれ乗ってキューッと走っていくんですね。そのクレーン会社の上娘で生まれました。生まれた時からクレーン屋でした。私が生まれる1年前に父親がただのという
クレーンメーカーにありますね、香川県に。そこに勤めよったんです。設計士しよったんですけど、やめときゃええのにサラリーマンをやめたんですよ。これで商売始める言うてクレーンを一つ買うて、これを乗って父は運転手をしおりました。そしたら母もほんなら事務員にせないかんわ言うて事務所で電話番をしおりました。父も母も商売始めた頃やから今みたいに携帯電話も、いらっしゃいませどうぞ、そしたらですね、父も母も生まれた時からそうやって共働きの家でありましたんで、家でゆっくりあの子供の面倒なんか絶対見てもらえない状況で、子供のとこからこうやって車庫でですね、自転車のこう見てください、こう靴下真っ黒ですわね。なんでかいたら、このクレーン屋っていうのはもうどこ行ってもグリスが落ちとったり、もう汚れてるんですよ、建設現場で。ですからこういうなところでずっと父と母の仕事が終わるのを待って、それで家に帰ってっていうような、まあ生まれ育ちがもうずっとこういうな中小企業の経営者、あるいは中小企業のここで働く人たちと共に暮らして大きくなりました。ですから私が大学卒業した時に、こういった現場で働く職業のことを皆さんも覚えてらっしゃると思います。バブルの絶頂期でございましたから 3K って言われおりました。 K って何かご存知ですか？きつい仕事や汚い仕事、そして危険な仕事やから、自分ところの息子にさしとないなっていうお父さんお母さんが出始めて、このクレーン動かす人がなかなか寄ってくれんようになりました。そこで私がちょうど男女雇用機会均等法ができて、それまで女の人はクレーンの免許取れんかったんですけど、その法律のおかげで仕事してもいいよっていうことになりましたんで、移動式クレーンの免許と、それと大型特殊車両の免許を取ってこなして、クレーンの工事現場で働いておりました。私はここで働いた経験も今でも忘れておりません。国会に行ってよう分かりました。あら、クレーン屋がなんでさっき震やしょったやんっていう、これもあの話ちょっとだけしておきますけど、バブルがはじけてクレーン公共工事がもう立ち行かんようになった、減ってしまったと、仕事が建設関係に。それやったら時代に合わせて新しい仕事も生み出していかにかんということで、弟がクレーンを継ぎました、父から。で、私は高齢化社会にふさわしい時代に合った次の仕事も女性の目線から見てさせてほしいという意味で、弟がクレーンを継いで大型のクレーンだけで仕事をするという選択と集中を選びました。小さな私が乗るようなクレーンはもう片付けしようということになりました。そして私がさっきの風呂屋をすることにして、車庫にクレーンがあったのをのけてもらって、もう一つの別の車庫に移して風呂屋さんをすることになりました。少子高齢化、高齢化といって時代が流れてくるのであれば、職業さえも変えてでも生き残っていかねえかんのが、やっぱり中小企業であり地元の企業であったと思っております。つまりいろんな職業を経験してまいりました。なんぼ頑張っても男の人が主体の建設現場では、私の給料10年据え置き、全然昇給されません。だったら女の人が得意な分野、高齢者の皆さんが増えるというんだったら、そういった方をお客さんにするような仕事もしようということで風呂屋さんをしたわけです。朝の6時から深夜の2時まで営業しています。深夜の2時から朝の6時まではお掃除します。つまり24時間この施設は動いておりますけれども、一緒に働いている人たち、面接をすると子どものために仕事をしてます、教育費が足らんから、あるいは家のローンが足らんから、そうやって働いている人たちは昼子どもを見て、そして保育園に預けたら養家お金がいるから自分が面倒見る、夜中にお父さんが帰ってきたらお父さんと子供を寝かしつけといて、自分は布団から抜け出して夜中に仕事をする、そしてお客さんに600円ずつのお金をいただいてありがとうございますという、そういった人たちと私は現場の働いた後は一緒に仕事をしてまいりました。今国会に足らないのは何か、1円10円100円というお金を
人からいただいて、ほんで自分の生活を成り立たしていくことの、本当に生活者の厳しいお金に対するその働く意欲ですよ。一生懸命働いとると意欲が国会に通じているか、あるいは子供のために一生懸命働いている、夜中に働いている女性の気持ちが国会に届いているか。教育費予算というものはつけられますけれども、本当に子供さんに役に立つようなお金の使われ方がしていたかというと、すぐに建物を建てます。子育て支援の費用やというのにその予算を使って建物を建てる。そうじゃないだろう。子供をもっと気軽にきちっと見てもらえる保育園がもう少し安ければ、そう思っているお母さんの気持ちに応えているかという、そういう思いがありました。また本当に年金で暮らしている人たちのその気持ちを受け取って、私たちは納税者の皆さんの納税をきちっと予算付けをできているか、そういった思いがあって、36の時に1円10円の気持ちがわからん国会議員、汗水垂らして働いている人の気持ちがわからん国会議員ばかりではいかんと思って、私は36の時に出馬をいたしました。香川県全域が選挙区のこの参議院選挙に出た時に、あの人ちょっと頭おかしいんじゃんかいのと言われましたけれども、確かに最初落選をいたしまして、それが今の宝でございます。3年間多くの皆様方に支えられて、今国会で6年の仕事をさせていただいているわけであります。中小零細企業者のそこで働いている人たち、そこで経営を一生懸命やっている人たちの声はなかなか国会に届いておりません。今衆参合わせて722名の議員が働いておりますけれども、元中小企業で働きよった、地元の小さな商店や企業で働きよった国会議員、見渡しても探してもなかなか見つかりません。元小さな企業を立ち上げたことがある国会議員、見渡してもなかなか見渡りません。しかし日本の企業の 99% は中小企業、働きよる人の7割は中小企業で働いております。だから今景気がええ景気がええ言うて国会では湧き上がるような、そんな答弁ばっかりが大臣やっておりますけれども、私安倍さんに聞きました。本当に給料が、働いている人の給料が上がるんですか安倍総理。そしたら帰ってきました、トヨタとローソンは給料上がりますよ。すいません、トヨタとローソンは大企業ですよ。私がイオンはお父さんが社長さん、お母さんが事務員さん、そして息子さんが専務さん、一人二人一緒に働いてくれよる人がおる、そういった小さな商店、小さな工場、小さな会社の給料が上がるぐらいの湧き上がるような、そんな景気回復を今回のアベノミクスでできるんですかと聞きよんですと聞き直させていただきました。そうすると安倍総理が言います、トヨタが儲かったらその下に小さな工場やいっぱいあるじゃないですか、そういったところに注文がたくさん増えますから景気の回復はするんですと言います。1年待てばいいのか、2年待てばいいのか、3年待てばいいのか、ここ池田町にいつが来れば景気回復が来るのか、そのことを私はしっかりと国会で言っていくのが上松恵美子の役割であり責任であると思っております。消費税増税法、私はあくまでもまだ香川では早い、そういう思いで反対票を入れましたので、その信念を通す意味でも無所属で今やらせていただいております。この国には新しい産業が必要であると思っております。この国は世界で一番年上の国になったからです。安倍さんも野田さんも三丁目の夕日という映画が好きです。昭和33年東京タワーができた頃なり、経済成長華々しい頃に背景にした映画でございます。
あの頃の日本人は若かったし元気でした。昭和33年、思い出してみてください。もう思い出してみてください。思い出しましたか？私は生まれておりませんよ33年、見渡した若い人がよくおったと思います。日本の国民の平均年齢は27歳でした。今東京スカイツリーができたこの国は国民の平均年齢が45歳になりました。27から45まで年取ってきたんですね、この国も。そしたら今、そうやな、ヨーロッパ結構成熟しとるやろ。何歳かと思いますか？38歳からだいたい40歳ぐらいです。アメリカ36歳です。中国28歳です。ほんならあの東京タワーができた頃ないのに、日本人と同じぐらい若い国ってどこかご存知ですか？ベトナムとかインドネシアです。元気ですよ。ベトナムとか行ったらみんなバイク乗っとる。これで法律が許しとんでしょうね。三輪乗りとかで乗っとんです。多分のそれを乗れんかっていかんのでしょう。なぜかって言ったら車よりバイクが多いんです。いつか車買うたらな、一緒にお父さん車乗ってどっかドライブ行きたいなという思いで今バイク乗っとる国ですよ。炊飯器が並んで浮いております。そしてその向こうにテレビがあって、冷蔵庫が大事そうに並んでいる。炊飯器お父さんいつか買うてな、冷蔵庫あったらええのにな、テレビもうちに1個欲しいなと近所の人が寄って見よるそうです。テレビを一つでも。そんな時代この国にもありましたよね。つまりそんな日本に戻したいと安倍さんはその頃の経済成長華々しい国に野田さんも戻したいと言いますが、もうこの国は後ろを向いては進めません。45歳の国は45歳の国なりの成長を作っていかなければならないということをこの6年間ずっと予算委員会で申し上げてまいりました。つまりもうこれ以上内需を、自動車産業や家電といったものを国民の皆さんに売っては食べていく国ではなくなってきた。外国に売る言うたって韓国や中国といったそういった国と価格競争でしのぎを削っている国なんだから、なかなかいい価格はつかない。もうそれ以上 TPP を進めたからといったって売れるもんでもない。ならば何をするか。新しい自動車や家電と並ぶような産業を生み出しませんか。野田総理、菅総理、安倍総理とずっと言い続けてきたのが私の成長戦略でございました。中村雄介博士という方がおられました。その方が2年前だったと思いますが、もうこの国には飽き飽きした、苦渋の選択だがアメリカに行くと言ってワシントンの大学に日本から離れて出て行かれました。ゲノムとゲノムの解析ってもう何をかさっぱり分かりませんね。私も言うとって分かりませんが、がんの研究者の権威博士でございました。その方が日本を見切って外に出て行ってしまいました。なぜならば日本で研究を進めようとしてもなかなか予算がつけてもらえない。そしてなかなか治験が進むことができない。だったらアメリカはどんどんと治験を進めさせてくれる、新しいものを開発させてくれる環境が整っている、予算もたっぷりとつけてくれる。それならば日本を捨ててアメリカに行く。でも苦渋なんだと、私は日本人だ、日本の患者さんに一番にいい薬、いい治療をさせてあげたかった。なのに私は日本から離れますと言って出て行かれたのが中村雄介博士でございました。ですから私はそのことを野田さんに言いました。菅さんの時代に作った医療イノベーション室という新しい成長産業を作りましょうという会議の室長をしていたのがトップです。トップが中村さんですよと。そのトップが呆れ返って外国に行くような、そんな成長産業の会議のあり方では
この国に新しい医療の医療機器や薬品はできないんじゃないですかと心配して申し上げました。そうしたらそれから1週間して野田さんが新聞に載っておるのであると思いますけれども、これは違うな、これですね、野田さんが薬事法改正にも言及をしてくれました。薬事法を変えてでもやはりこの国の新しい産業として医薬品とか医療機器、やはり薬とか医療機器を日本で最後まで作ることができるように薬事法や規制を少しずつ変えていこうという方針も打ち立ててくださいました。なぜここまで至ったかをお話しさせていただきます。私が質問するときは必ずテレビが入っている NHK の予算委員会で質問させていただきました。その時にがんの患者さんで中村雄介先生の患者さんというのは全国にたくさんいらっしゃいますし、またその方を心配している家族もたくさんいらっしゃいます。病室でテレビで中村先生の名前を挙げて、なぜ日本でもっと研究を進めるような予算措置をしてあげれないんですか野田総理ということをお話ししていますと、患者さんたちがその様子をテレビを見ていてガンガンと総理官邸に電話を入れたんです。だって明日も私の命があるかないかわからない患者さんですから、早くにその開発を日本の政府の後押しでやらせてあげてくれという思いが強いです。たくさんのクレームが野田総理のところに入ったそうです。そしてようやく野田さんを突き動かしてこういった薬事法の改正をしましょうと言って、野田政権の最後の最後の方で一部改正にこぎつけることができました。それを今引き継いでいるのが実は安倍さんなんです。別に安倍さんが成長戦略で薬事法や薬なんとかを位置づけるっていうことを言っておりますけれども、実はそこがきっかけとなりました。そしてその後、先ほどの2月の18日に私が薬事法と薬機品をこの国の新しい自動車と並ぶような産業として位置づけませんかという提案をさせていただきましたら、ようやくこれを、あります新聞ありますか、四国新聞、四国新聞な、あ、ここですか、あ、ちょっと新聞用意できてませんけれども、4日後にこの国の成長産業として薬を作ること、医薬品を作ること、あ、ごめんなさい、医療機器を作ることをこの国の成長産業として位置づけるということが決定されました。よく新聞にも最近載ってるのとにかく成長産業成長産業と言われておりますが、実は私がずっと6年間野党時代も与党時代もまた野党になっても取り組んできたことが、ようやく腰が上がった瞬間が NHK のやっぱりテレビ入りの、しかも中村雄介さんという博士の名前を語り、そしてそこの患者さんが見てくださってたおかげでこの国の薬事法がようやく動き始めたわけです。それから2、3日経って中村雄介先生からアメリカにいらっしゃるんですけど、メールが来ました。私別に直接的な知り合いでその先生のお話を取り上げたわけではありませんが、アメリカにいてもやはりこの日本の NHK つまり予算委員会の威力ってすごいなと思ったのは、見ている人から先生と言ってアメリカに連絡を入れてくれて、アメリカからメールが来ました。そのメールの中に、あなたは香川県の人だったんですねと、私は本当にあなたとご縁を感じました、私はまだ大学生で研修医の頃宇都宮病院で働いていたからです、小豆島で外科医として働いていた中村先生がどんどんといろんな場で活躍をして、とうとう日本のトップのがんの権威として日本の政府の下で働いていた、だったら私はもっとその先生に日本で働いていただきたかった、日本で製薬そしてがんの患者さんを救ってもらいたかった、そしたらば私はできるならば本来そういった最新の研究や技術こそこういった島
あるいは地方で研究をしていくことが最も適切だと思っているからであります。諸外国でトップレベルの研究者を集めているのは非常に地方でのんびりした場所で、研究者が本当にお金の心配もせずに、予算の心配もせずに、とても研究の環境のいいところでどんどんと開発をしております。特区にすればいいんですよ。ここは特区にして、やっぱり医療とかそういうものを、治験とかをどんどん進める特区として小豆島を位置づければいいんです。全国からいろんな研究者、あるいは世界中から研究者を呼んできて、そして全国から心配な患者さんがここでゆっくりと療養しながら治療を受けていく、そのぐらいの発想の転換がなければ、もうこの国は世界で、先ほども言いました、最も年上の国になったにもかかわらず何をしているか、なぜ日本で研究が進まないか、簡単なことです。役人が主導してこの政治を動かしているからです。官僚の一番好きな言葉、前例がありませんよ先生って言うんですよ。だからやめてください、それ以上研究するの。前例がないことをするのが新新しい薬を作ったり、新しい研究を始めたりする力ではないでしょうか。しかしこの国は官僚が多いです。ですからこの官僚の人たちが、やめてください、新しいことはやめましょう、リスクを取れないのが官僚ならば、彼らは知識も経験も豊富なんだから、政治家、私たちが責任を取るから、どうか官僚の皆さん、もっとのびのびと動いてくださいというのが本来の政治主導の政治であったにもかかわらず、民主党もそこを履き違えてしまったと私は思っておりますので、前例のない時代なんですよ。もう33年東京タワーのできた時代には戻れない国であるならば、また外国を見渡してお手本が見つからない国になった日本ならば、日本人が独自に次の時代は何がふさわしいかを作っていく時代になったにもかかわらず、まだ経済成長させようといったら自動車と住宅と家電にエコポイントをつけ続けて、買ってくれ買ってくれと言うんです。でももう炊飯器家にあります、冷蔵庫も家にありますから、政府、私はそう思いながら、麻生さんやら菅さんやらのそのエコポイントつける総理大臣、この人は何を考えているんだ、新しい時代を作っていこうという思いで、成長産業をずっと6年間仕事をさせていただきました。今こういった取り組みについてようやく、悔しいけれども動き始めた、これは動き始めました。で、私が心配しているのは、新しい研究や新しい医療、新しい産業が全て東北の復興地に持っていっているのが今の状態でございます。エネルギー政策について2月の18日この先ほどの予算委員会です、テレビで先ほど見ていただいた、その時に新しいバイオによるエネルギー生産についてお話をさせていただきました。その前は片山会長からもお知恵をいただいて、今度潮流による電力の発電についての研究もお話しさせていただきました。この時は安倍さんにバイオについての研究についてお話をさせていただき、いつも研究の話を、最新の研究の話をということでさせていただくんですけれども、今オーラン中キトリウムというオレンジ色の藻藻類があるそうです。トウモロコシからエチルアルコールが取れるように、藻からうまく生鮮すればガソリンのような液体燃料が取れる時代になりました。筑波大学の渡辺教授がこの藻を見つけて、そして生鮮を始めました。今そのオーラン中キトリウムでいろんなところでガソリンを作っていこうよと、もう輸入する時代でなくなった、だったらこの国のこの技術を使って生産をしていこうよという話をしております。この NHK でもさせていただきました。石垣島でユーグリアという、まあこれも藻の名前ですけれども、研究が始まりました。株価がここ半年ぐらいで20倍に膨れたそうです。
そして私がこの質問をしまして、仙台で下水処理場を使ってオーラン中キトリウムからガソリンを取る仕事、研究というか実用化に向けた研究はもう終わってるんです。実用化が始まりました。今1リットル1500円つっきょんです。そりゃそうです、まだ研究始まったばっかりに。それを150円まで落としていけば、この日本はガソリンの輸入国から輸出国に生まれ変われることができます。これ上松またホラ吹きに正田さんが来たんか言わんといてください。ホラ吹きと違います。アメリカはこの研究に10年間で1000億円の予算をつけて、ほぼもうこのガソリンというかジェット燃料を言うそうですか、入れてもう飛行機飛ばしております。研究の段階ですが、飛行機が飛べる燃料をもうできるようになりました。で、日本はここ10年間で80億から100億つけようと一生懸命やっております。でも安倍さん、それじゃ足らない。私はやっぱり、だからさっき言ってたんです、エネルギー生産 4% しかできん国が何が強い国やと。そんな強がってる国やないですか。ほんまに強い国というのは食べるもんとかエネルギーは自分で生産できないか、用意できんかったらこの国は強いとは言えませんよという思いで言いました。私、平和は守ります。しかし弱い国よりは強い国がいい。軍事的な強い国じゃなくって、本当に国民を守れる国を作りたいという意味での強い国です。今、休耕田、全ての休耕田のうち 5% をもしこのモード生産することに使うことができれば、日本が1年間輸入している石油を自分の国で生産することができます。農家の皆さん、跡取りが帰ってこん、米作ったって安うてかなわん、 TPP やイオル、それならばもうガソリン作りませんかというぐらいの発想の転換がもう必要かもしれません。一方でそういったもう生鮮するならプラントを作らなければならない。地方に若い人たちの雇用を増やすためには、やっぱり新しい産業を地方に持って帰らなければならないと思っております。物生産については石垣で始まっております。仙台で始まりました。石巻市でももう始まりました。やはり私は10年後東日本大震災、かわいそうや、気の毒な、その通りや、復興が最優先課題だと私も政治家の一人として思いますが、10年経ったらかわいそうなのは四国やと思います。この四国に産業を早くに植えておかなければ、景気の復興も本当に2年経って地方に回ってくるかというと、私は厳しいと思っております。よほど新しい産業をどんどんと橋を渡らしてでも持ってこんかったらいかない。ならば私は言い出しっぺとして与党野党とかそういうレベルじゃなくて、四国の県民の皆様方のやっぱり総意の下で四国を発展させていく、若い子がもうこれ以上外行って働かんでええように産業を植えていく、そんな強い思いを持って私は足を引っ張り合うんじゃない、この国の発展のために仕事をさせていただきたいと思いまして、今2期目あと本当に2ヶ月と迫ってまいりましたけれども、2期目6年あれば十分何がしらか目に見えるものにして私は持ち帰りたいと思っております。昔この瀬戸内海に橋作るぞ言うて、ほら吹きやなあの政治家って言われた人がおったとよう聞きますよね。でもやっぱり橋はつきました。私がさっきようけようる、これ上松ほら吹きちゃうんかと言われるかもしれませんが、今この研究の世界は日進月歩じゃないんです、秒針分歩でございますから、5年もすれば十分目の前で見える、そんな時代やと思っております。逆に言えば1日の遅れが四国の遅れになると思っておりますので、ぜひとも私が時代に合わせてクレーン屋から風呂屋に生まれ変わってでも生き残ろうとしたように、この国の国民を高齢化社会に向けて新しい産業を
生み出させていただきたいと思っております。今国会に足らないのは企業者の感覚、嗅覚、先見性、そして決断力と責任を取るということやと私は思っております。ぜひとも皆さんのお力添えにいただいて、2期目新しい産業をこの国で発展させて、この四国で一つでもいいから入れるような形を作らせていただきたいと思って、今日は池田町の皆さんのところまで来させていただきました。最後に36の時出た時笑われた、無理もないんです。私は香川県で初めて国会に行かせていただいた女性の国会議員であります。今こんなんですよ、四国縁ですかって思うぐらい全部男です。この一運が唯一今上松恵美子が女性の国会議員として国会で座らせていただいております。女の人が国会で仕事するって大変は大変です。おかげさまで最初出馬した時、娘小学校5年生やったんですね。学校の周りだけお母さん頼むけんポスター貼んといてって不が悪いわって酔ったんですよ。だってお母さんが出馬しとる人おらんのですもん、恥ずかしいって酔った。ところがもう10年経って娘も21歳になります。この7月で、あ、投票いかねかんでお母さん入れてよ言うて、言うてお母さんなって何も偉いことはできんけれども、お母さんとりあえず今ひょっとみんなに真似できんとすれば、香川県で初めて国会に行かせてもらった女性なんよって言うたら、娘がへえそうなん知らんかったって言うんですね。昔36の時に出馬した時、女の人や通らん通らん、なんでですか、通ったことがないけん、前例がないけんって言われよったんが、10年経ったらへえそうなんになっとった。嬉しいですよ、それが嬉しいじゃないですか。か分からん間に時代が移っていく。でも振り返ったら、ああそうか、絶対できんと言われとったことができていく瞬間っていうのはそんなもんかもしれません。心の中の壁を一つずつ取り除いていけば、できるはずもないということができていくんだということを、私は娘のへえそうなんで気がつきました。私今回の挑戦、あんてアホぞまた民主党やめてって言う人もおるかもしれません。だけどへえそうなって言える時代を皆さんと一緒に作っていけたらなと思っております。なぜならばもう前例のない時代を日本は迎えたのであれば、前例のない議員を生み出していっていかなければこの国は乗り越えていけんとこまで来たのか、皆さんと一緒に変わっていきたいと思っております。それにしてもこれ寂しいでしょ、粉なんですよ。ぜひともお力を貸してください。今日はご清聴いただきまして本当にありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。